皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、5月出会ってよかったもの紹介ということでやっていきたいと思います。先月の動画では皆さんタイトルの案をたくさんいただいてありがとうございました。会ってよかったっていう語呂が良かったので、それをなるべく変えない方がいいんじゃないかっていう意見をいただいて、出会ってよかったものっていうワードがすごくしっくりきたので、これをちょっと使わせていただこうと思いました。でも他の皆さん本当にありがとうございます。まあ、タイトルとかはもう少し工夫していくんですけど、サムネイルのとこにはこの出会ってよかったをちょっと使おうかなと思っています。でいただいたコメントを見ていくと、なんか私の中でお気に入りシリーズの動画で紹介しているものって、別に買っていようがもらっていようがもちろんそこに忖度がないっていう話をしたんですけど、ただ見ている人にとってできればどっちだったのか、もらったのか買ったのかを知りたいっていう意見があって、でちょっと考えたんですけど、もちろん皆さんもその私の考え、もらっていようが買っていようがのところが忖度がないっていうのは分かってくれてると思うし、だとするならば別にもらっていても買っていてもそれを言ってもいいよねっていう風に私も思ったので、これからも、まあ、もらったものだったりとかはお伝えをしながら、で後の部分皆さんがどういう風にそこを判断するのかはお任せしようかなと思ったので、そこは変わらずにタイトルだけちょっと変えるのでいきたいと思います。はい、では今月もやっていきたいと思います。それでは早速スタート。はい、それでは一つ目のアイテム、こちらキュレルのモイストリペアシートマスクです。これは実は使うのが初めてではないんですけれども、また今月買ってみて改めてすごいと思いました。っていうのも今シートマスク比較を取っていて、いろいろ試している最中なんですね。他と比べてても結構ね違うなっていうポイントがあったんですよ。でそれがどこかっていうと、シートマスクの形、大きさです。ちょっとつけますね一旦、のが分かりやすいので。まずこれ分かりますかね、見ての通りシート大きいです。これは決して私の顔が小さいとかそういう話ではなく、他のシートマスクと比べても大きいんですよ。結構こんなに下までいけちゃうっていうのと、あとここです、小鼻を見てください。ここのシートがすごくワイドなんですよ。なので一番気になるここの部分をしっかりと覆えるんですね。ちょっとずれちゃってるのであれですけど、分かります？だいたいこの辺で終わるんですけど、ここの溝までしっかりと覆えるようになっているっていうのがすごくね大きいです。シートマスクって結構ここを私保湿したいのに足りなくてちょっとモヤモヤしてたんですけど、これはねそれができたっていうのと、あんまりここまでここが大きいシートマスク今のところ出会ってないので、この値段でいいなって思っているし、プラスでここ切り取り線が入っています。ここ取れるんですね。で取ったらここにこういう風に足したりとか、あとまあこの辺とかもね若干隙間が気になる方はそこに足してもいいし、そういう風に隙間なく使えるところがねものすごくいいなと思いました。これも今上にやっちゃってるけど、本当はこういうこともできます。ちょっとせっかくなのでこのまま放置します。はい、ということで終わりました。ちょっと早めに切り上げてしまったので、まだかなりこう水分っぽい感じのが表面に残っているんですけど、ちゃんとやるとベタつきがそんなにないながらにしっとりはするんですけど、肌の内側がもっちり潤うような肌になってくれます。私がお気に入りのポイントとしては、さっきのシートの部分が一番大きいんですけれども、このシート自体は肌荒れ防止成分のグリチルリチン酸ジカリウムだったりとか、バリア機能サポートしてくれるセラミドだったりとかも入っていて、そんなにこう攻めた感じの強い成分が入ってるわけではなく、しっかり保湿しながら潤いながらお肌を乾燥から守ってくれるっていうシートマスクになっています。なので癖がないし、本当に、ね、いろんな方に使っていただきやすいシートマスクだと思います。乾燥を防いでくれるけど重くないのでとっても使いやすいです。これはね本当に良かったですね。はい、それではお次こちらです。レドポーポーテタンクッションエクラルミヌ、こちらこれもう良かったです。スキンケア効果も高くて、長時間使っていて肌が疲れないとか、まあそういうところももちろん良かったんですけれども、やっぱ仕上がりの綺麗さが惚れましたね。ちょっと使っていきます。過去使った動画があるので詳しくはそちらもご覧ください。いきますね。香りは少し化粧品っぽい感じがついているんですけれども、クレドポーはですねそんなに強くないので、控えめなのであんまり気にならないかなと思います。はい、塗れました。どうでしょうか。超綺麗ですよね。やっぱりクレドポーなのでめちゃくちゃしっかり覆い隠すようなカバー力ではなくって、すごく自然なナチュラルな感じでも、やっぱり大人が使うブランドでもあるから、しっかり隠したいとこは隠してくれるみたいな、そのバランスがすごくねいいなと思っていて、あとかつ密着力が高いです。これ別のクッションクレドポーの使ってても持ってたんですけど、すごくねピタッと肌についてくれて、擦り方も汚くないんですよね。このツヤ
艶がねまた上品ですごく綺麗です。ツヤツヤじゃないんですけど自然な感じでツヤを出してくれます。下地が塗ってあるのでこちらも綺麗なんですけれども、こちら側に塗っている状態です。そう、綺麗なツヤと隠してくれるんだけどちゃんと素肌感を残すみたいな、それのもう最高級レベルって感じです。この間のオフ会の時にもこのファンデーションを使っていたんですけれども、まあ直せばいいやとは思っていたけどそんなにもう直すこともなく終えられましたね。しっかりね、ムラにならずにピタッと肌についてくれます。はい、それでは次のアイテムがこちら。これもね紹介したことあります。超有名商品ですよね、エレガンスのマスカラ下地です。これがすごくカールキープ力が高くていいものだっていうことはもちろん知っていたんですけれども、でもやっぱり今って普通のこうマスカラでさえもそもそもカールキープ力が高いものが本当に多くて、あえてそのマスカラ下地を使わなくても別にいいんじゃないかって思ってたんですね。で実際それはそうで、使わなくともキープできるんですけど、やっぱ使った方が綺麗な感じでずっとキープできるっていうのを改めて実感したので、ちょっとまたここに入れました。透明で何も色もついていないんですけど、ちょっと片方塗って片方塗らないでっていう仕上げ方をしてみます。なんかカールキープだけじゃなくって本当にまつげ自体の存在感をこれをつけておくことによって底上げしてくれるような役割をね感じましたね。まあ、まずこんな感じです。この段階でも黒がついてるわけじゃないのにちょっとだけくっきりするのも分かりますかね。反対側は普通のマスカラを単体で塗ります。今日はミュードにしました。これも本当にもともとカールキープが高いマスカラです。じゃあエレガンスの方も重ねていきます。はい、今塗れました。もちろんこっちはこっちでもういいんですよ。いいんだけどやっぱ下地があった方のバサッと感がすごいなっていうのに気づいて、あと時間が経った時もミュードもカールキープはすごくするんだけど、エレガンスの方は散らかったりもせずにこのまま本当に保ってくれる感覚があって、やっぱねいいなと思いました。プチプラでもカールキープマスカラがたくさんあるので、たくさんの中で比べたっていうわけではまだないんですけれども、とりあえずやっぱりこれはね本当に王道なだけあってすごくいいなと思ったアイテムで今回入れました。それでは次のアイテムいきます。これはねいただき物でございました。トーンのペタルエッセンスカラーバターです。11番、こちら新作アイテムなんですけれども、色がねもう可愛いんですよ。すでにオレンジ系なんですけれども、結構明るくってパステル調のオレンジです。意外とこういう色ってそんなに多くないなと思っていて、オレンジブラウンとかフレッシュなオレンジってあるんですけど、これはねちょっと淡いオレンジなんですよ。すごく可愛くてこんな感じなんです。本当にちょっぴり白を混ぜたような淡オレンジ、可愛くて、でしかもこれはねティントではなく、ちょっとまあグロスとかリキッドリップのようなイメージが近いんですけど、結構発色もしてくれて塗っちゃいますね。深みとかは全くない、本当にピュアな印象になれるリップです。はい、塗るとこんな感じです。めっちゃピュアじゃないですか。淡いですよね。結構すっピンっぽさのある、塗ると若干ピンクにも見えるようなカラーなんですよ。でもうちょっと重ねるとこんな感じになります。可愛くないですか。本当にこう清楚なナチュラルな印象にしたい時とかに使えるカラーだし、まあ、ちょっとベースみたいな感じにしておいて少しだけ赤っぽい色をじわっと出すのも可愛いと思います。あとはチークだったりにポイントを置きたい時にも邪魔にならないんだけど、ヌーディーってわけでもないですよね。すごく透明感あふれるカラーになっています。めっちゃこれ可愛いなと思いました。はい、そこでこれですよ。この私の最近のお気に入りチークです。 RMK のピュアコンプレクションブラッシュの10番、サハラベージュです。これもね本当に使いやすいです。まあ、紹介はすでにしたことがあるアイテムですが、結構ね薄付きに見えて意外と頬にのせると発色するんですね。グリグリしっかりみのせるとこんな感じです。コーラルっぽい感じの、まあ、ベージュカラーになっていて結構ツヤ感が綺麗に出ます。塗っていってしまいますね。いや、このカラーはもうね大好物カラーですよ。わかりますか。こういう色と合わせるとかなりピュアな印象になりますよね。ただ濃いメイクに合わせてもバランスが取れるカラーなので、本当にどんなメイクにも私は合わせやすい色だと思います。ラメとかが目に見えるくらいキラキラしっかりと入ってるわけではないんですけれども、ちょっとだけツヤツヤっと見えるので肌を綺麗にも見せてくれます。ヌーディーなだけじゃなくって血色感があって可愛らしいカラーなんですよね。とっても今日リップ薄い
いから結構しっかりめに入れちゃってもいいかもしれません。こんな感じとかでしょうか。はい、なのでヌーディーでちょっと可愛らしさのある血色感チーク探してる方にめちゃくちゃおすすめです。そしたら次、これねめっちゃ便利でした。買ってみたら、こちらスマホスタンド、プラザで買ったやつです。まあスマホスタンドちょっと初めて使ったのであれなんですけど、こんなに便利なんだなって思いました。本当にこうやってスマホを机の上に置いておける、こうでもいいんですけどっていうものになっていて、どういう時に使ってるかっていうと、ご飯食べながらスマホで何かアニメを見たりする時、今までってなんかティッシュとかに頑張ってこう立てかけてたんですね。でそういう時にすごく安定してくれて、でしかもちょっとこの角度こういう風に変えられるので、首がこうなったりとかせずにこういう感じで姿勢よく見られるんですよ。主にそういう時に使うのに役立ってます。ただまあ私の場合それがアニメだったけど、多分皆さんだとお仕事だったりとか SNS 見る時も YouTube 見る時もそうなんですけど、役に立つと思うので、まあ、正直これじゃなくてもいいかもしれないけど、あるとね便利なんじゃないかなって思います。私が使ってて思ったのは、この角度が結構こう変わるやつ、ここで変わるやつとか、いろんな方向に動くものの方がいいんじゃないかなっていうのを思いました。これはめっちゃ良かった。買って本当に使ってます。はい、じゃあ次のアイテム、これも本当にめっちゃ良かったです。でもこれもいただいたものなんですけど、もうね買おうと思ってます。ミューキーのザ・セラムシャンプーとザ・セラムトリートメントです。サイズ 400ml と 300g なんですけど、シャンプーのが先に使い始めたからもうだいぶ半分以下にはなっちゃったかな。これまだね2週間ぐらい使ったところです。私 YouTube で行ったことあるかちょっと分かんないんですけど、顔の皮膚めっちゃ強いんですけど、首と頭皮がすっごい弱いんですね。まあ、すっごいってことじゃないかもしれないんですけど、特に頭皮結構ね敏感で、合わないシャンプーを使ってもすぐに痒くなるし、なんかブツブツできて皮膚科に行ったりしなきゃいけなくなるし、合うと思ってたシャンプーもなんかよくわかんないけど急に合わなくなって痒くなったりとか、季節の変わり目とかちょっと体調が悪い時とかに本当に頭皮に来るんですね。なんかいつも病院行くと、あの脂漏性皮膚炎ですって言われるんですけど、ちゃんと洗ってるのにこう皮膚が剥がれてきてちょっとフケっぽく見えちゃったりとかして、結構悩みだったんですけど、ちょっと話がね長くなるんですけど、半年くらい前に確かまたそれになっちゃって、でもその時ってずっといいと思ってたシャンプーを使っててずっと良かったのに急にそうなっちゃったから、しょうがないと思ってクリニックに行って薬をもらって塗ってて、一時期治ったと思ったんだけど、薬が切れたらまた再発しちゃって、なんかもうどうしようかなと思っていて、でそれをこのシャンプーを作ってる会社の方とちょうど仕事で別の話で話していることがあって、ふと世間話的な感じで、私頭の頭皮がめっちゃ痒いって話になった時に、これを使ってみてって言ってプレゼントしてもらったので使ってみたら、結構本当に分かりやすいぐらいすぐにその痒みがピタッと収まって、このシャンプーにもちろんそういう薬みたいな成分が入ってるってわけじゃないと思うんですけど、私の頭皮に対して多分反応する成分がなかったのかな、すごく多分優しいんだと思うんですけど、とにかく痒みが収まって、まあでも気のせいかなと思ったりして前のシャンプーに戻したりもしたんですけど、やっぱそうするとすぐまた痒くなっちゃったりとかして、あもう絶対これのおかげだってなって、でそっから使ってます。本当に合う合わないがあるから、私がこんだけ良かったって言っても皆さんにとってちょっと違うかもしれないんですけど、私はねすごく良くて、でこのシャンプーは結構洗った後にさっぱりする感じなんですよ。でもこれを使うことによってめちゃくちゃトゥルンとした髪になってくれるので、結局頭皮も調子いいし髪のコンディションもめちゃくちゃちょうど良くて、結構ね最近髪の毛褒められることがまたあるんですね。で絶対このシャンプーとトリートメントにしたおかげだと思っていて、髪の毛をサラサラツルツルにしたい方は私的にこのトリートメントめっちゃおすすめだし、頭皮が弱い方私的にはめっちゃこのシャンプーがおすすめです。本当にめっちゃ助かってます。いやでも本当頭皮痒いの辛いんですよね。結構多分でもこれストーリー載せた時に同じ方いらっしゃったのでわかるっていう方いると思うんですけど、なんか皆さんももし頭皮痒そうな方がいても、あの洗ってないわけじゃない人もいるのでご理解をいただけたらと思います。でもやっぱね病院一旦行った方がいいと思うんですけど、まあ、シャンプー私は良かったです。はい、ということで本日は4月出会って良かったもの紹介ということで動画を撮っていきました。今月、まあ、5月ですね、ちょっと配信がもしかして不定期になる時があるかもしれないんですけれども、できる限りアップしていきたいと思います。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。